はい、えー、お便り会です。はい、お願いします。ええー、ちょっとまだ正月明けてそんな経ってないんで。うん、そうですね。ちょっと正月っぽいとか新年っぽい、えー、やつからいきたいと思います。はい。えー、岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。いつも楽しく動画、ポッドキャストを拝見、拝聴しております。ありがとうございます。オカルトネーム、夢ピリカと申します。あれえー、お米ですよね。 お米の名前ですよね。ゆめぴりかゆめぴりかって。ゆめぴりかってあったような気するわ。お米ですよね。うん。うん。はいはい。えっと、ゆめぴりかさん、うん、新年明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。昨年の夏頃に、林さんをイベントで見てから、都市ボーイズを知り、<えっ S 2> ファンになって半年程度ですが。イベントで知ったの夏だから、なんか、出てたんじゃないなんか珍しいよね。えっと、なんだろう。 なんかのイベントで知るってね。あれじゃない六本木とか出てたんじゃない六本木出た。去年出た。え、去年です。六本木出たりとか、呪物店とかかなかなわかんない。はい。え、ファンになって半年程度で生活の一部となりました。え、嬉しい。さて、お二人は初夢は見られましたか見た。見たうん。元旦から二日にかけて、二日から三日にかけてと諸説ありますが、 私が見立て、ほやほやの夢に、トシボーイズのお二人が出てきたので、お便りをさせていただきました。はい。おはようございます。夢の中で私は、オカルトイベントに参加をしていました。うん、し出演者は、トシボーイズ、七、うん、不思議、うん、不思議大百科の六人。おもろそう。豪華なメンツだなぁ、うん、と思いながら、会場で会談を聞いていると、林さんが、福引き大会します。一等は豪華ですよ。 得意げに話し出しました。まあ、ありそうだな。何が当たるんだろうと会場がざわざわ。その様子を見ながら、林さんが言葉を続けます。一等は、田中さんの連絡先です。連絡先でもありそうだな。田中さんの、うん、という、また別のざわつきが会場に広がる中、うん、出演者の皆さんは会場の反応を楽しそうに見ています。うん。 岸本さんが好きな私は、田中さんの連絡先に持っても、ちょっと待って、一回。<laughs> さっきちょっともう一回聞かせていいわ。何で止まるんだよ。ちょっともう一回聞かせて、さっちょ、ちょ前、ちょっと前から。えー、じゃあ、出演者の皆さんは会場の反応を楽しそうに見ています。うん、はい。岸本さんが好きな私は、ちょ、っと待って、待,待,待って、待って、待って、待って。なんで待つんだよ。巻き戻して、ちょっとだけ。もっといや、もうちょっと、いや、さっきのところでいい。ちょっともう一回。<laughs> 一等は田中さんの連絡先です。いい戻りすぎやね。うん。ちょ、やっといいっすわ。はい。えまた別のざわつきが会場に広がるのか。はい,はい。出演者の皆さんは会場の反応を楽しそうに見ています。はい,はいはいはい。わかる。岸本さんが好きな私はいいおかしないな、一回。声。おかしいでしょ、だって。<laughs> っておかしいんだよ。いや僕がきっかけで。おかしいんだよ。イベント出て好きになったんですよね。<laughs> まあそうですね。てことはこれ動画じゃなくて生の早瀬を見て、面白いなと思って YouTube チャンネルなり何なりを見てくれてるわけだ今、はい、今。そうです。半年前。なんで岸本好きなっとんねん。<laughs> バーチャル岸本の方にちょっと流れちゃいますけども。いやいなんでやねん、これ、えー。岸本さんが好きな私は、はい、田中さんの連絡先もらってもどうしたらいいんだろう。 でも岸本さん交えて飲み会開いてもらえばいいのかと横島な考えを巡らせているとでも,も岸本中止のお便りになっとるやないかこれ福 <laughs> 引きの抽選が終わり結果一人の男性が一等となりました、うん、拍手の中ステージに上がる男性 <おう S 1> 男性に近づきどうします連絡先交換しますかといつものマイペースローテンションで話しかける田中さん,<う>んその様子を見守る会場一 <うん S 1> 等を取った男性は いやいいです。普通に断りました<っ>。時が止まったように2人を眺める会場、うん、その会場の方に助けを求めてこちらを見る田中さん、うん、いたたまれなくなった瞬間目が覚めました、うん、岸本さん、林さんこの初夢はどういった意味なのでしょうか、うん、私は田中さんがかわいそうな状況を望んでいるのでしょうかオカルトでも何でもない夢の話で長くなりましたが目を通していただけたら幸いです、はいえー。PS 早瀬さんが名前を間違われた某イベントに伺います。お会いできるのを楽しみにしています。来んな。今度岸本さんは。岸本さん今度冷た。来んな。あれか、北海道か。じゃ夢ピリカって北海道の子なのかな。あ、どうでしょう。でも、そうですね。そういうことね。まあ、あの、初夢ですよ。初夢って元旦から2日じゃないんだね。2日から3日の説もあるんだ。ね、いや、あの、 見たかどうかっていうのがあれじゃなくて、その、正月明けて、うん、で、初めて見た覚えてる夢って意味で初夢って言っちゃった。ああ、じゃあ、え何日か経ってからってこと、うん、正月。そうそうそう,そう。ね、にちなみにその、覚えてるの覚えてる。何あのね、仕事を、俺は、今の仕事全部やめてて、うん、うん 年をとっていて。おう、ロせ老早セ。ロで、その老早ハが、力仕事してるんですよ。絶対してないじゃん。うん、何その世界線力仕事してるんですよ。あり得なそうな。なんか場所はね、地下っぽくって、段ボールに積まれた何かを台車に乗せて運んでるんですね。海地じゃん。いや、ほんまですね。で、作業着着てて、ほら、その若い連中が、後から、その、ま、あ 積んだやつをどん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 僕を越していくんですよ、うん。何周も何周も越していって、おいじじいって言われて。ちゃんとじじいなんだね。言われるお<う>。おいじじいって言われて、うん、お前、俺と同じ給料って考えられないぞって言われるんですよ、うん。俺らはきちっと働いてたくさん運んでんのに、お前は、あの、年老いていて、一周しかしてない。そのうち俺は何回も回ってんのに、お前なんで給料一緒やねん。お前、 自分で給料下げてもうって、その下げた分を俺らに渡してくれって言えって言われるんですよ、うん。で、いや、僕にも生活がありますから、うん。そう言うんだったら自分らの僕らは僕は変えんと、自分らの給料を上げてもらうように言ったらどうですかって言ったんですよ <laughs> です。わあなんかすごい、らしくない発言だ。そう、もうその時にはもう何もないから、もう破棄も何もないうん、うん。どうですかって言ったら、 なんで俺らがそんなことしなあかんねんって。ああ、なるほど。同じ給料をもろてるお前がそもそも家やって言われて、うん、うおーって言っておきました。何その終わり面白いんだ <laughs> マジでそれ。でも。 <laughs> うんどういう意味があるのか分かんないけど、最後に、ほんま、おたけびですよ。みんながおる前で。それは、面白いな。しかもね、ちょっと、その視点が、自分もいるんです、そこに。だから、カメラで撮ってる視点みたいな感じで見てて、僕は。ドラマみたいに。で、うおーの時をちゃんと弾いてましたよ。スーって弾いて。ほんま、もうあの、天高くからその、うおーって叫んでる早瀬と、それに怯えてる若者数人っていう絵になってた。最後。 <laughs> 映画っぽく締めたかったのかな、なんかね。わかんないけどね。なんかそんな感じの夢でした、僕は。見ましたジョンさんは。俺ね、夢、あそう、夢見なかったんだけど、うん、あの、初金縛りあったわ。え金縛りって合うんでしたっけそ,そ,もそもあ,あるあるけど、23年初金縛りってか、まあ人生2回目なんだけど。おえ、2回目そう。えー、それすごい珍しいじゃん。ちょっと初読忘れちゃったよ、投稿者の。えっ、ー、と、田中さんに。 田中さんのこと気になってんじゃないじゃん。そうそうそう。うん。そう思っちゃったけど。<laughs> 田中さんのこと気になってんじゃない話だな。まあまあいいや。あ,あのさ、うん、岸本さん好きな人って田中さん好きな人多いっすよ。あそうなんだで。田中さん好きな人って岸本さん好きな人多いっすよ。へぇ<ー>ちょっとやっぱり。似てんだよ。うん。性質が似てるんやと思うわ。何言っても怒られなさそうとか、うん、柔らかいイメージみたいな。逆にさ、下田さんと僕ちょっと強いイメージあるじゃない ゲタさんもあるかまあそうだね。田中さんに比べればだいぶあるな。うん、ちょっと強い。しっかりしてる感じ。イメージがあるから、うん、僕に話しかけてくれる人って、他に何聞くんですかって言ったら、やっぱゲタさんのやつすっごい多いもん。うん、へぇー。火葬場儀段。あ、じゃあそういう、<laughs> 分け方、あるのかうん、あるのかもしれないなと思っちゃう。うん。田中さん、あれだから、誕生日とかも確か。あ、近い。近いし。929違ったっけだっけ、忘れてく、うん 一日違いとか二日違いよね。930とか929よね。そう。さん9 2 8で。近いんですよね。計2だよ、だから。江田さんこれ多分近かった地て。かもね。うん。ちょっと調べてみようかな。だとしたら、すごい、うまいこと、組み合わせ、なってるよね。あれとかでさ、見たら一緒とかかもしんないよ。近っ。いつ ?4 月6日。ああ、確かに。3月14だからね。 まあまあ近いっ近いか。うん、近っ <laughs> そんな近くでいいけど <laughs>。俺らほど <laughs>。近いじゃん。あれさ、やったらさ、一緒かもね。えゲッターズさんとかさ、ああいうなんかくくりで見て、うんうん、あ、そういうことね。うん。近いわ。へえー。でも田中さんとは似てると思ってる、俺も。うん。てかそうも俺もて、俺田中さんになりたいところあるから。うん どういうこと怒られない人になりたい。ああ、そういうこと怒られるんだけど。うん,うん。ヘジをそうじゃね。うん。ケラケラ笑って、ね。ああいう、ああいう感じでいきたい、うん。確かに、ちょっとそれはね。まだ真面目すぎると思う。でも、田中の道はきついですよ。いばらうん。いばらですよ、あの人は。<laughs> うん、トリプルブッキング、クワトロブッキングとか、できねえよ。で、クワトロブッキングして、自分が怒られるんじゃなくて、うん、田中を取った一人が恨まれるわけわかんないから <laughs> そっちで決めてみたいな感じで、すごいよね、それね。いやー、ちょっとできねえよな。なかなかできないっすよ。 あれ知ってるあの階段本を出すって言って締め切りがあったんですよ。一、うん、1>, 1年待たしてるって言って <laughs> 知ってる知ってる。わけわかんないよ、ほら。1年待たした上に、他の出版社から先に出してるっていう。そう,そ,うそ,うそう。そ許されるっていうのか、許されてるのかわかんないけど。<laughs> いや、許されてないよ。めっちゃ怒ってたらしいよ。そうなん,うなんです、ね、出版社の人。なんかそれすごいよね、うん。でも、でもさ、ちょっと許される感じあるよね。<laughs> ある。やっぱそれでも、うん。田中さんならっていう。だって仕事来るもんね。そう、来る来る。やっぱそこは。 羨ましいなって思うんだよなすごいよなやっぱりうんちょっとなりたいんだよな憧れがあるちょっとだけ、うん、じゃあこの方も田中さんになりたいんじゃない <laughs> あだから自由を得たいとか、うん、なんかそういう願望じゃないの、ね、で電話番号とかもなんかそういう意味合いがあってつな、ね、がりたいとか、ね、そうプロフィールみたいなね<ー>彼自身の個人のというへ、うん、えーまあ。そんなお話でございますはいすごいわええー、田之倉さんからいただきました、はい、ありがとうございます さ、えー、さん林さん林さんの奥様こんにちは私は昨年年ボイスさんの動画を参考に自宅の除霊を行いました<え>3年ほど住んでいる現在の自宅では、はい、今まで特に霊的な現象はありませんでしたが、うん、飼っている猫の体調が悪くなってきた時からちょっとした怪奇現象が起こり始めました、うん、やなりとは思えないボリュームのラップ音が頻発になる、うんえー 頻繁になる。うん、えー、入浴中、誰もいないはずが、すりガラス越しに人影が映る。うん、何より玄関スペースにある一角が怖い。もともと怖がりではないので、わけもなく怖がるなんてことはないのですが、うんうん、なぜだかめちゃくちゃ怖い。それから1か月ほどで猫が息を引き取り、<ー>泣き暮らしていたある日の朝、うん、一人でに動くはずのない木製ブラインドが立ち止まっている自分の背後で、 一枚だけひっくり返ったとき、こりゃダメだと思い除霊を決意しました。うん、怖がりな夫に、これから除霊すると伝えると、うん、え、誰がというので、私だよと返しました。なんか聞いたことあるな。夫は困惑している様子でした。誰が除霊するの <laughs> 私だよまず <laughs>、えー、は半日かけて家中を隅々まで清掃。窓や扉を開け放って、 <で>はい、トシボーイズさんの動画で紹介していた松井和代さんのあの問題の動画を爆音でリピート再生、はい、そしてスーパージョレイアイテムとして有名なハブリーズを家中に撒き散らしましたこれどうなるんだ除霊終了を夫に告げると全く信じていない様子だったので、うん、こういうのは信じないとダメだから <laughs> というと、うん、そうだよねと納得してくれました仲いいな素直な夫ですジョ、うん、除霊の買いもあり その日から怪奇現象も恐怖心も一切なくなって夫はマジですごいねと感動した様子えマジ昔悪霊騒ぎが起きた時に猫が戦ってくれたことがあったのでもしかしたら今までは猫が守ってくれていたのかなと思いましたえ有益な情報ありがとうございますこれからも応援してますえマジで聞いたんですかってことよすごくないすごいねファブリーズの力か松井和代かかそれとも清潔にしたのかが分かんないけれども 掃除するのもいいとは言うよね、まあそれは風水的な意味もあると思うけど、いますね、だから、ちゃんと聞くんだ、これさ、まじで日本で一番簡単な条例じゃないうん、そうですね、掃除しこの3つ3点セット、松井和代さんで、パブリーズ、何なんだろうね、これ、ねなんで聞くんだろうね、掃除なんてちゃんとするわけじゃん、いいわけじゃん、掃除なんてね。 松井和夫さんがちょっとおかしなだけであの猫が守ってくれてたかもって言ってるじゃんうん猫の代わりになるってことじゃん松井和夫うんまあまあそうですけど動画はうん猫の体調悪くなったらそれやってもいいかもねかもねそれぐっとなるかもよかばらないかもねかばらえるみたいなかものすごいシャーっと怒るかもね松井和夫に猫が見てもやっぱダメなんだけどめちゃ怒ると思ううん 聞くんだ。でもね、本当に、実際、僕、うん、あの、心霊のドキュメンタリー作ってる監督さんに聞きましたから、うん、松井和代の動画聞くよって。まあ、実際なんかやったって話も何回か聞いてるし、それもまあまあ聞いてるっぽいか。そうなんですよ。何年も。マジで聞くんじゃん。そう、肩こりがひどかったけれども、イベントで松井和代さんの動画を爆音で流したあのイベント。うん 参加終わった頃には何年も困っていた肩こりが治りましたっていうのありましたもんね。あった気がする。うん。お便り。なんかちょくちょくそういうの言われるよね。そうなんですどマジで聞くんですよ。そしたら、松井和代はもっと押し出した方がいいよね。そうね。それを。確かにね。あの、掃除グッズじゃなくて除霊グッズ出したっう。除霊グッズ。いいような気する松井和代さんが日本にいるって知ったら誰も攻めてこなくなるんじゃない怖がって。そういうこと海外の人。 ああ、そういうことね。軍事的にも使えるんじゃないえ、松井風って今海外いんだっけあれでも、あれアメリカでビッグママになるみたいな話を、うん、えっと、だいぶ前に。うん。海外のなんか出てる番組を見た記憶あるんだよ。そう,そ,うそうなのちょ。結構最近。えっと、あ,あのミヤネ屋で話したんですよ、前。うん。で、その後に若い兄ちゃん連れて、アメリカ行って、豪遊、うん、合流してたみたいな話が上がって、うん その後をおっしゃないわ。これさ、すっげえ、うん、もしかしたらの話だけど、うんうん、もしかしかたらね松井和夫って、うん、すげえ結いなんじゃない自身が、うん。日本にいる時は、うん、日本が守られてるとか。うんうんうん 日本からいなくなったらなんか悪い、日本に悪いことが起こる。松岡修造さんみたいな。なんか揃ってんじゃねえのいろいろ知らない。松岡修さんが海外行くと日本に歓喜が訪れるみたいなことよね。マジそうなんじゃ。なんか、なんかの血引いてんじゃないもしかしたらあの。神社ものすごい信仰してて、ものすごいお金入れてるんですよね。地元のね。ああ、そうなんだ。うん、そうそう。建て直してるんですよね。なんかそういうのもあって、ニューヨークにいるって今。今 ?1 月。へえ。ー。 やっぱアメリカなんだ。1月に 1>、うん、今年の1月ってことそう。じゃあ最近だ。新年、ニューヨーク。ええー。じゃあ今、ニューヨークが一番安全ってことだね。そうっす世界で。そうっすね。その理論が正しければ、松井和夫さんが結界っていう。うん。正しければ。生き、生ける結界。そうそうそう。<laughs> だから、 日本はさ、本人自覚してないけど、もっと優しくした方がいいんじゃないいや、そうよ。松賀夫さんに。もうむしろ追いやったに近いところあるからね。そうなんですよ。そうそう。だってもう行きづらいからね。いやー、ほら、座敷わらしもさ、ついてるところ離れたら、そこ不幸になるっていうか、そう、言うね。ただ、もうすぐにでも、日本に戻ってもらうように、船越英一郎さん頑張った方がいいんじゃない船越さんを言ってもどうもならんいでしょ。なんないとか。 いるときには見えないけど、出ていくときには見えるって言うんですよ。あ、あの、座敷わらし。座師匠。同じだもんね。うん。松井和夫さんも日本にいるときは誰も注目してなかったけど。してためちゃくちゃ売れてるわ、アメリカ行くときに、うわ。え結界のパワーを上げようとしてんのか。ここ新年からジム行ってる。松井和夫さん。マジでパワーを受ける体制取ってるもんね。そうだよ。強くなろうとしてる。マトリックスみたいな。あ、そういうことね。はいはい。 えこれ、ちょっと、松井一代、今年、調べる価値あるかもしれない、うん。そうね。どうするマジで。うん。あれちょっと待って。うん、松井一代さんのオフィシャルブログの、うん、えっと、二千二十二年一月なんですけど、うん、タイトルがすごいわ。何タイトルが。うん、あのね、戦いの上流、まああ、重流、重量民族。 戦いの狩猟民族銃を持って狩猟する、うんうん、重量民族は強烈ですっていうタイトル <laughs> どういうこと何 <laughs> どういうこと何何言ってるのそれ怠けは癖になるだから自分に無知を言って自主トレイをジムで行いましたって言ってる、うん、でこれいやだから <laughs> だからなんだよ <laughs> <laughs> 何が言きたかった今。だから多分自分で鍛えようとしてるんですよ。ああ、そう、うん、そうだろうね。このアメリカで、濃厚民族としてのし上がることはかなりタフにならないと勝ち目はないでしょうね。で締めてるえアメリカで成功しようとしてんだ。そうっぽい。はあ<ー>。うん。しかも、オフィシャルブログ、女性タレント部門1位。へえ、じゃアメバの。ア,アメバの。うん。見たいよ。 こんまりみたいになるのかなじゃあ。かなでも、コメント超少ない。誰も分かってないんじゃねこの人の言ってること。まあ、一応見たんだろうね。ちなみにですけど、うん、1>, 1月8日、うん、14時に上げてるブログなんですけど、うん、満月に向かって叫んだって書いてある。怖今日の満月様はウルフムーン。だからお月様に向かって吠えました。<laughs> やばいじゃん。 かなりの遅咲きですが、前期高齢者の今から私の武器になる声です。たくましく育てていきますね。力は余っていますよ。言ってやるこれさ、<coughs> このままアメリカに取られちゃったらこれは大変だよ。そうよ。これ大変ですよ。損失、えぐいよ。待って、ね、この人1時間起きぐらいにやってる。怖<っ>えむちゃくえなんでこの、むちゃくちゃやってる。ブロガーなんだ。うん。あ、1時間起きやってるマジで。 すご、ユーチューバーよりすごいじゃんええ、えっこれやりすぎじゃない <laughs> いやいや <laughs> ういうちょっと待って戦略だろそういう見てこれほら3時間前4時間前5時間前6時間前って7時間前でもやってること全部分時間前入れてんだそう11時間前12時間前ってえー、じゃあそのまんま遡ってたらさ、うん、人生わかるよね 全部、いや、ちっちゃい頃からブログやってないから、<laughs> ちっちゃい頃からブログやってないから、別に。何を言うとんねん。え、すごくないこれ。え、めちゃくちゃやってますよ。へぇー。待って。出てこないなんか。1>, 1月8日。十二12時。十四14分。うんうん、明日から来なくていいですっていうのがある。怖っ。なんか。なんか、首されてるじゃん。うん、誰かが。何これ。 えぇー。でも、追加風録見ていいいよ、別に。おのおの見れば。全然関係ないわ。うん。バレリーの世界は厳しくって明日から来なくていいですって言われたらばっさり首を切られる世界なんですよって言ってる。関係なかった。うん。もしかしたら、あれかもやおじいちゃん今さ、うてか先祖、辿ってったら、すごい恩陽師とかかもしんないいや、そうね。なんか、マジ界を作るね。うん。天海さんとかになるかもしんない。ね。うん。 天海。天海、天海お正かもしれない。お正月に振り返る自分史。なんだよ。え言ってた通りになった。怖い。言ってた通りになった。あの。歴史じゃん。うん。歴史。あ、でもこれ息子だ。いやそうだろよ。なんだ。なんでいきなり正月自分の生まれたのでも お正月に振り返る自分史り返る自分,史の頃自分のことなんかあ自分の子供が生まれた時の、ね、そういうことだやつねうんそういうことだはじゃねすっごあ自分史めっちゃ上げてるうんでそれたどってったらマジでなんかの末裔まではいけんじゃないいくかもあっ暦のあちょっとなんかすごいのがある 暦の上での最強日。ああ日本、一日本の1月6日は転写日。そ転ということか。かああ、それはまあまあ。なんだっけ。なんとか、一にみたいな、なんかあったよ。そうそうそう。まあ、それは一流万倍日ね。ああ、一流万倍日、うん。ああ、すごいわ。<laughs> だってさ、普通さ、普通の人が、ハンバーグっていうブログを書いたらさ、ハンバーグを食べて作って美味しかったよってのあるじゃん。うん。 ハンバーグの下準備からブログに上げてるもん。<ー>ハンバーグの下準備、ハンバーグを食べた結果っていう二つに分けてる。<う>ブロガーだ。へぇ<ー>こまめやなぁ。そっちでやってくんだなぁ。しかも短い文章じゃなくて、ちゃんと長文全部。うん。何これ。いや、いいんだよ。松井和代の話ずっとして、ね。何、何この回。お便り来てねえし、別に松井和代について。<laughs> 関東、え、時々、 町和代やったっけこれ。あ、来てたのか。松井和代が聞いたって話。からだじゃあ、その人が悪いんだ。うん。まあ、ということなんで。<laughs> でもマジでみんな、一回やってみたら、あの、ね、なんか、ちょっとポルターガイスト起きてるとか、うん、そう。わかりやすく、こう、効果がわかるやつ。そう,そうお母ちゃん、お母ちゃんを。いいよ。松井和代どう,どうでも。あ、そっか。はい。ごめんなさい。まあいいや。今日はこんな感じで終わります。そ <laughs> んな感じやね。 我々ツイッターやっておりますので、はい、都市ボーイズで検索すると出てきます。最新の事情はそちらでお願いします。はい、ブログございます。過去赤いのはそちら全部聞けます、はいえー。都市ボーイズメールございます。はい、都市ボーイズ0にアットマーク Gmail.com。toshi b o y s ロにアットマークメールドットコム。こちらご意見ご要望お便りお願いします。はいえー、お仕事ご依頼は別で、えー、ホームページの問い合わせフォームにお願いします。はい、以上、締めます。はい、お願いします。 今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。イルミナ、イルミナ、イルミナ。あざしと。しと。